はいよ、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は3連敗大分に何が要因は丸々かと、いうことで今回仙台戦のマッチレビューですねやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、まあ大分ねどうした3連敗ということで、ゼルビア戦負けてから何かおかしくなってる感じがするこの大分にはなってきますけれども、まあ一つ要因があるとすればね、あれなのかなってのがやっぱりあります。まあそれが原因であれば、まあこれからまた上がっていく、可能性はありますし、まあ今はそういう時期ということなのかなっていうのは僕の中でありますんでさ、今回その辺の話も中心にやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、こちらメインチャンネルですね、サブチャンネル、動画概要欄にあるサブチャンネルの方では J2 専門チャンネルの方もやっておりますんで、よかったら動画概要欄から、サブチャンネルの方もよろしくお願いいたしますということで、まずこちら、まあ、昨日大分だから敗れてしまったんですね、まあ、結果から言うと負けてしまっては、いるんですけれども、それを踏まえた上でのまあ暫定ですよね。これだから暫定の順位表には、なりますけれども、一応こんな感じ。今日だから藤枝と、どこだ、藤枝と金沢がゲームするようなんですけれどもね、暫定の、順位表こんな感じ。首位が、町田ゼルビア、勝ち点が26、そして、ビファレ長崎が2位まで浮上しております。そして3位にベルディ、そして4位ここに大分と、ね、いうことでね、ただ、まあ、逆に考えると3連敗してもまだここにいられるんですね。まあ3連敗したらですけど、ね、本当やっぱ下に行ってしまう可能性はあったんですけど、もうやっぱりそこは魔境 J2 と、いうことで、3連敗してもうそんなにこうね、まあもちろんぐっと縮まってはいるんですよ、全体的には、ぐっとね縮まっているんですけど、3連敗したとしてもですけどもね、まあここにまだいることができるというところ、これやっぱ J2 の、良くも悪くもと、いうところになってきますんで、ここの踏ん張りどころ、ここさえ踏ん張ることが、できればですけどもね、まだまだ、上に、行ける可能性はあると、いうこと。本当3連覇してまだ4位で、しかもね上との差もそんなにないというのは本当幸せなことではなかろうかと思っておりますんで、本当これをきっかけにですけれどもね、しっかり上に上がっていく、その準備をまずこれからやっていってほしいところでございますけどもね。はい、てことでこちら、試合内容を見ていこうということで、結果 1-0 ですね、仙台が勝利と、いうことで、まあ、プレビューとかでも話しましたけど、もうやっぱ何かを変えるタイミングじゃねえか、まあ連敗とかね、どうしても勝っていない時っていうのは何かを変える、きっかけと、いうことで、ゴールキーパー高木選手が今季初先発ですね。で、3バック左香川選手、今年2回目ですかね、先発。そして、安田ゆいまのダブルボランチコンビですね。安田選手も先発、そして左は高畑選手がね、先発と、いうことになりましたんで、やっぱ各ポジションのところですね、まあ何人か変更があったち多いにはなってきます。で、まあデルランがねこの試合いなかった、まあ、ベンチ入りはしていたんですよね。デルラン選手ベンチ入りはしていたんで、一応ね出れる状態ではあるということは分かっているんですけど、やっぱりこう後ろからのビルドアップのところで詰まってしまうというのがありました。こうもちろん香川選手の良さって最終ラインに置いてねビルドアップやらせるっていうのが多分香川選手の良さではないと僕は思っていて、やっぱ香川選手もちろん3バックの左もできるんですけど、もう1列前の選手ですよね。この選手はやっぱりウィングバックの選手じゃ、なかろうかと思ってはいますし、やっぱこう高い位置に置いてそこから推進力、見せてクロス上げていくっていうのはこの、香川選手の良さなんで、ちょっとやっぱデルランと同じ役割を与えるっていうのはなかなかに、難しく、その結果ちょっと前線の選手と息が、合わないみたいなとこもあったんで、ちょっとそこの難しさ、ちょっとタイプが微妙というか結構違いますんでね、そこは香川選手は難しかったし、デルラン選手の、不在、まあ、ビルドアップのところとか後ろからの推進力とか、っていうところは感じましたけれどもね。では相良選手の、ゴールシーンに関してはもう褒めるしかないと、いうところにはなってきます。まあ、あそこ例えばですけれども、ね、よくあるのがああいうシーンと、いうのですけれども、いやこれ打った選手決めた選手を褒めるべきですよって言いながらも、よくよく見るとこうプレスに、行ってなかったとか、ね、若干守備をサボってとか、まあ、だから生まれたスーパーゴールみたいな試合もあるんですけれども、このね相良選手のゴールシーンに関してはしっかり大分の選手もプレスに行っていますんで、あそこを、ね、何もこうやらずに棒立ちをしていたわけじゃなくて、しっかり寄せていた、寄せた結果それでも相良が、ね、決めたっていうのがあるんで、あれはまさしく、ね、決めた相良選手を褒めるしかないというところ。別に大分の守備とかサボっていたわけでもないですし、まあ、強いて言うならゴールキーパー高木選手が数メートルぐらいですかね、若干、
前にいた感じがしますが、多分あれってどっちかっていうとシュートよりもクロスですよね。多分、その後来るであろうクロスを予測してちょっと、高い位置、高い位置高い位置でもないんです。本当にこれ微妙なあれなんです。微妙なところになってきますが、少しこう前に、出ていたっていうのは多分これ、クロスを警戒して、このクロスが入ってきた瞬間、キャッチングに行けるようにという準備段階で少し前にいた感じがします。まあ本当前にいた中前にいた、分かりやすくこうね、高い位置にいたわけじゃないんですけどもっていうのがやっぱりありますんで、それもしょうがないってところには、なってきますんで、そこはもう本当決めた相良選手を、褒めた方が幸せなのかなっていう感じがしておりますけどもね。で仙台でいうと印象的だったのはボランチ鎌田選手ですね、の守備というところになってきます。この選手の面白さっていうかですけれども、ちょっとあそういうことやるんだって思ったのが、一旦ね後半かな、イエローカードもらったシーンがあったと思うんですよね。これ大分の選手を倒してしまって、そこで、まあ、イエローカード、あれだからペレラ選手かな、大分のディフェンダーペレラ選手を倒してしまって、そこで、イエローカードをもらってしまった中心鎌田選手ありました。この、鎌田選手ね、守備のところで結構この試合、輝いていたんですけどもね、この鎌田選手そこでイエローカードもらってね、やっぱりこうイエローカード、もらうとね、やっぱりこうプレーが控えめに、なってしまうというか、特に鎌田選手若い選手なんでね、そこでちょっとああちょっとボール行きづらいなとか、ちょっと激しく行きづらいなっていうのがあると思ったら、もう次のプレーぐらいですよね。もう、その次のプレーぐらいで同じようにこうしっかりプレッシングに、かけいって、そこでコーナーキック取るみたいなシーンもあって、あこの選手すんげえ強気な守備するなって、大胆な守備するなっていうのを僕はなんか感じていたんですね。感じたとかそれ見ていて思ったんですよね。なんかね、あそこをね同じような場面でねイエローカード、もらっておいて、また同じような形でプレスに行って、今度コーナー取るのかっていうので、本当そこの守備のうまさというか、ね、大胆さというか怖いもの、知らずというかねっていうのがなんか感じたんで、いやこれ本当ね僕は、良い意味でこの鎌田選手の守備っていうのをアグレッシブで、よかったんじゃないか。まあ本当一歩間違えば下手すればイエローカードみたいな、あもう一枚もらって退場みたいなとこもあったかもしれませんが、そこやっぱね僕は好きですよ、そういうプレイヤーですけれどもね。で結果大分は勝つことできる3連敗と、ね、いうこと で最初に挙げた、ね、現在調子が上がっていない要因、まあ、勝てていない、要因のところになってきますが、一つバイオリズムの停滞期じゃないかっていうのを感じます。どうしてもやっぱり大分の選手、ね、体が重そうに見えるんですよね。なんていうかちょっと、ね、守備の戻りも最近遅い感じがしますし、トランジションのところもちょっと遅い感じがします、まあ、この試合に関して言うと退場者を出したっていうのも一つ敗北の要因になると思うんですけど、もうそれプラスしてやっぱバイオリズムの、停滞期かなって感じております。でこのバイオリズム、まあ、コンディションですよね、選手の、調子、まあ、コンディションのところにはなってきますが、まあ、これサッカーのね、これ前なんかね、サッカーライターさんから多分聞いたか、本で読んだかで、覚えているんですけれども、もうこれサッカー選手のコンディション作りってじゃあどういう風にやっていくかって話にはなってくるんですけれども、一つやっぱ春先のキャンプですね、まあ1月から2月にかけて行われるキャンプで、そこでどういう風に1年間通して、コンディションを上げていくかとか、耐えていくかっていうところを決めていくそうです。これはもうね、コンディション調整トレーナーみたいなのが、いると思う、コンディショニングトレーナーみたいな、方がいると思うんですけど、そことまあチームが、話し合って、例えばですけどもね、まあ最初ね春先スタートダッシュ決めたいから、春先の開幕にピークを持っていこうっていう、コンディション作りと、ちょっと開幕のところはこうピークじゃなくて、開幕を、コンディションのピークにするんじゃなくて、まあ、4月とか、5月前半戦の終了ぐらいにこうピークが一旦ね、ピークでコンディションのピークが一番上に、来るように調整しようみたいな、ちょっと尻上がり的にね、これは、コンディションのピークを持っていこうみたいなチームこれ、あります。これはね、こう大会、どの大会に参加するかとか、まあどういうチーム運営をしていくかにもよってこれ、変わってくるんですよね。まあ例えば ACL ね、 ACL のグループリーグがあるクラブというのは、やっぱそこに向けてね、コンディションを調整して、そこにピークが来るようにとか調整する、ね、監督もいますし、監督っていうかチームもありますし、そこは結構それぞれらしいです。本当ね、まあそのコンディション作りって1週間後の試合だけ、見ていくんじゃなくて、ここにピークを持ってきた、この時期に、コンディションのピークが来るように持ってきたとかね、そこは各クラブの思惑があるんで、みんながみんなそうじゃないらしいんですけれども、っていうのを前提に考えた時、多分大分はもしかしたらですよ、これは、僕の憶測ですけど、もしかしたらね、昨年の、出遅れた前半戦、まあ、昨年大分ルヴァンカップがあったとか、開幕当初コロナの影響とかでね、なかなか難しい開幕
当初、これが1年前にはなってきますが、なのでまあ大分からしたら昨年みたいにスタートダッシュには失敗をしたくないっていうのがあったと思うんですよね。でそこでやっぱこうコンディションのピーク、まあ、それこそさっき言ったコンディションのバイオリズムの頂点を、開幕当初に持っていこうみたいな感じで春先、調子が良かったんじゃないかっていうのがもしかしたらあるかもしれません。これは完全な、僕の憶測なんですけれども、ちょっとどうしてもね大分の選手の、動きが悪いというか、本当ちょっと体のキレがなくなっている感じが、しますんで、これサッカーが上手い下手とかじゃなくて、その辺の体の重さとかなんかその辺で、感じる部分でバイオリズムの頂点というのが一旦過ぎて落ち着いてるのかもしれません。ちょっとここから下がっていくのかもし、れません。さっきも言ったとおり、バイオリズムってこうね停滞期もあれば一番上に来るね好調時みたいなのが、あるんですけれどもね、ちゅうのがあるんで、まあ本当バイオリズムなんでいい時悪い時っていうのを、コンディションも繰り返していく、まあその、ね、波を小さく高い位置で、このバイオリズム、コンディションの調子の波を高い位置で、まあ、最小限に抑えていけるかどうかっていうのは確かにこれは、鍵にはなってくるんですけれども、それでいうとちょっと大分のバイオリズムが、まあ、今ね序盤戦に比べると停滞期に、なっていて、ちょっと体が重いのかなっていうのが、やっぱりあります。で多分次まだどっかで上がっていくと思うんです。まあこれ、ね、そのコンディションが上がるから、チーム勝てるわけじゃないんですけど、もちろんこれは、対戦相手がいてのことなんでね、次コンディションが上がればまた勝てるという保証はもちろんないんですけど、間違いなくどっかでまたコンディションが上がっていく時期って来るんですね。まあさっきも何回も今回言ってますけれどもね、バイオリズムなんで上がったり下がったり繰り返していくわけなんで、まただから今回今停滞期であれば次上がっていくっていうのが、絶対ありますんで、そこで勝てるかどうかかなっていうので、今ちょっと耐え時かもしれません。で、最初も言った通り、そんなコンディションがなかなか、上がっていない、もしかしたらこうバイオリズムの停滞期に入っているんじゃないかって時に3連敗をしてしまった。でもまあなんとか今のところで踏みとどまることが、ね、できていますんで、まあ、次本当ねコンディションが上がった時にしっかり勝ち切ることができるかどうか。本当最悪なのはコンディションはめちゃくちゃいいしね、コンディションのピーク時なんだけれど勝てていないっていうのが一番辛いと思うんで、まあ今はある意味ねこれは受け入れるしかないというか、耐え時と考えて次に向けて頑張ってほしいところでございますけどもね。はい、てことで以上になりますね。以上パルプンテジェルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録さら。